TKR があなたの手となり、アイデアを形に。その方法を解説します。こちらの畑さん、スタートアップの経営者ですが悩んでいます。絶対売れると思っている製品のアイデアはあるものの、製品化の経験も製造設備もありません。しかし外部へ頼むと大量生産が必須になって、お金がかなりかかりそう。そしてこちらの辻さんはメーカーの管理職、新製品の事業を起こし会社を成長させたいと思っています。とはいえ、新事業のために社員を採用すると、もし事業縮小となった時問題が起こりそうで踏み切れません。二人の悩みを解決する方法はないのでしょうか。それなら TKR にお任せを。1954年創業の TKR は、ものづくりの老舗ならではの豊富なノウハウを生かし、ハードウェアの設計から部品調達、生産、在庫管理まで幅広く対応可能。いろいろな企業とともに製品を形にして社会へ届けており、これをシェアビジネスと呼んで取り組んでいます。まず畑さんからは TKR がアイデアを聞き取ります。そして実現性や特許などを調べ、商品として販売できるかを確認。問題がなければ設計や仕様を畑さんへ提案し、本格生産プロセスへ移ります。また在庫管理や販売後の修理も TKR で対応。このように TKR が丁寧にサポートするので、畑さんは安心してアイデアを形にできます。でも製造費用はどうなるの？と畑さん。心配いりません。 TKR は窓口を日本、設計を陳列の低い TKR 海外拠点と分け、コスト削減。さらに人材を採用するのではなく、 TKR サブスクサービスを利用し、製品の開発から量産の期間だけ委託することで、費用を大幅に抑えることが可能です。その上、 TKR サブスクサービスを契約すれば小ロット生産が可能となり、畑さんは TKR の製造原価とほぼ同じ価格で製品を仕入れることができます。つまり製品コストをより抑えることができるのです。次に、辻さんは新事業のために人を雇うのではなく、 TKR と協力しましょう。新たな事業へ取り組める上、 TKR の工場を使うから自社の固定費を減らせて収益向上に貢献。もし事業縮小となっても契約をストップするだけで OK です。しかも設計だけ、製造だけ、在庫管理だけなど必要なサービスだけの依頼も可能。このように TKR は社外の優秀な手となってものづくりをサポートするのです。納得した2人は TKR へ相談することに。畑さんがアイデアを伝えたら、詳細な商品化提案を作ってもらい感動。辻さんは TKR と協力すればリスクを抑えながら新事業に取り組めると役員へ提案し、すぐにゴーが。2人とも事業が広がる予感にワクワクが止まりません。 TKR についてまずはお気軽にお問い合わせください。